ントが始まります。竜の穴の投手は250パウンド、現在6戦5勝のスーパーコングであります。力強くリングに入ってまいりました。一方虎の穴からの挑戦者はこの試合がなんとデビュー戦となります。黄色い悪魔ゴールドタイガーマスクであります。黄金の虎はデビュー戦を勝利で飾ることができるのでありましょうか。はたまた連勝中のスーパーコングの餌食となってしまうのか。時間無制限の一本勝負、戦いの火蓋が今切って落とされる。しおりは持ちましたか？持ちました。では気合を入れて出発。ナオト、おい、リリコ、どうした？ナオト、早くしないと置いてくよ。これはリナコの方だ。すごいな。あっち無理ぞ。ナオト、ナオト、ナオト、探したじゃないか。パパ、ママ、よし、来た。ほんとすぐどっか行っちゃうんだからな。あっち行こうか。よし。どうしたの？別に。嘘、顔に書いてあるもん。ルリちゃんだって。何が？俺ちびっこハウスに住めなくなるなんてやだよ。もしかして不動産屋さん来てたの知ってるの？本当申し訳ありません。若月さん、別に謝ってもらいたくて来たわけじゃないの。これ、読んで。もう契約書通りここを立ち退いてもらうしかないんだよね。できるだけ経営を切り詰めてお金をやりくりしてる最中なんですが、前にもご説明申した通り、ここは本当に寄付だけでなんとかやりくりする。明日遠足って。そんな金があるんだったら家賃払う方が先だと思うけどね。いや、これは年にたった一度だけの公害行事でして、子供たちも喉から手が出るほど楽しみにしてるんです。とにかく今後は法的な手段を取らせていただきますんで。 お願いします。大家さんにもう1ヶ月だけ、もう1ヶ月だけ待ってもらえるようお伝えください。お願いします。もうそれ3回繰り返して今に至ってるんでしょ。無理だよ若月さん。お願いします。神様、仏様、木下不動産様、子供たちは他に行くところがない。ここが、ここだけがあの子たちの家なんです。お願いします。
うちでもどうにもできないよ。俺がとにかく滞納してるやつに7ヶ月奇跡的に払えるようになったら連絡ください。俺がもっと強ければあんなやつやっつけたのに。ああ、ママがいてくれたらな。もうみんなと一緒に住めないね。うん。あ、ねえ。これ、持ってて。いいよ。いいから。もしバラバラになっても私のこと忘れないように。忘れないよ。いいの。ナオト？ナオトどうしたの？伊達ナオト、私の元へ来れば君は強くなれる。君には特別な力がある。ナオト？ナオト、どこ行くの？もし一つだけ願いが叶うとしたら、それは何だ？強くなりたい。また一人ぼっちになるのは嫌だ。そうか。ならば来るがいい。どこへ行くの？虎の穴。ナオト！ナオト！パパ、お兄ちゃん！どうした？ナオトがいなくなっちゃったの。え？ナオト！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 ナオトがいないんだ。ナオト！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 聞いてんのかい？あ、ごめん。何？ナオトもミスター X にスカウトされてきたの？俺はそうだけど、ダンは？ここにいるみんな、多分そうなんじゃないのかな？お前はスカウトされたんじゃなくて、拾われたんじゃないのか？なんだよ。あいつに関わらない方がいいぜ。なんで？あいつ自分の家火つけたんだ。おい、うるせえぞ。そんなことしたら帰るとこなくなっちゃうじゃん。出てこい、クソったれども。さっさとしろ。グズにはこのムチが飛ぶよ。早くしな。どけ。ついてこい。ここがお前たちの家、虎の穴だ。
さい。ようこそ虎の穴。何も怖がることはない。君たちはラッキーなんだ。ここの家族として選ばれたんだから。私は君たちの父であり、そして師である。ここには君たちより先に来た兄たちもいる。虎の穴の教えに従えば君たちもいつかこうなれる。地球上で最も強い闘士たちがここにはいる。決して倒れぬ強さを得るその日まで何年もかけて鍛えられるんだ。そしてその試練に耐えた者だけに栄光の未来が待っている。これは私が長きにわたり実験を重ねようやく完成させたタイガーマスクだ。このマスクは装着した者の潜在能力を限界以上に引き出すことができる。ホワイトはパワーを、ゴールドは俊敏性を引き出す。そして全てにおいてこの2つより勝るのがこのブラックタイガーマスクだ。ここでの辛い修行に耐え抜き、その資格があると認められる者にはこのマスクが与えられる。全員に告ぐ。試練をくり抜け、野獣の魂をその肉体に宿しなさい。そして誰にも屈しない最強の力を手に入れる。私はまず虎の穴の掟を教える。私が言うことを繰り返せ。はい。一つ、情けとは弱者が持つもの。一つ、情けとは弱者が持つもの。二つ、公平とは愚か者の言い訳。二つ、公平とは愚か者の言い訳。そして最後に、我々が戦う目的は虎の穴の栄光のために。虎の穴の栄光のために。もう一度。一つ、情けとは弱者を持つもの。二つ、公平とは愚か者の言い訳。我々が戦う目的は虎の穴の栄光のために。お前らそんなんじゃ殺されるよ。は
弱い男は生きていけない。それがここに生きる男の宿命なんだ。みんな今日はお疲れ様。これは私がみんなの栄養を計算して心を込めて作ったお食事とサプリメントです。苦手なものがあっても残さず食べてくださいね。なんだよ。いいからその肉よこせ。分かったよ。どうぞ。ふざけんじゃねえ。俺を誰だと思って。未来のブラックタイガーだぞ。てめえ。トラナナ封じ。やめろっつってんのか分かんねえのか。ミスター X にお仕置きしてもらわなくっちゃね。覚えてるよ。セレス、喧嘩する元気が残っているなら明日はもっとしごいてやるから覚悟しておくように。ここでは兄弟同士が喧嘩することは許されない。一番弱いお前が喧嘩を止められると思ったのか。マキが止めなければお前は取り返しのつかないダメージを受けてたはずだ。仲間を見捨てることはできません。情けは弱者が持つもんだ。強い者が必ず勝ち、勝った者が正しい。戦う以上、勝つことが全てに優先することを忘れるな。ただ、強さには二つの種類がある。ここの強さとここの強さだ。ここを鍛えなさい。そうすればお前は誰よりも強くなれる。やがれ。
なんで助けやがったんだよ。これでライバルが一人減っただろ。情けとは弱者が持つもの。繰り返せ。情けとは弱者が持つもの。繰り返せ。情けとは弱者が持つもの。戻ってこないから心配してたんだぞ。あいつのこと助けなくてよかったのかな。お前のせいじゃないだろ。助けようとしてたら一緒に怒ってたぞ。俺たち本当にこのままでいいのかな。虎の穴の掟だからな。ここでは肉体だけでなく頭脳も試される。一定の炎の周期を覚えてこの道を通り抜けるんだ。お前たちのようなレベルでここを無事にクリアできた者はまだ誰もいない。どうだ、誰か挑戦してみる度胸があるやつはいるか。もういい、下がりなさい。次のもの。ダン、ジョー、ナオト、お前たちが初めてこの虎の穴に来て10年、タイガーマスクの称号にふさわしい3人が残った。
マスクの栄光を手にすることは終わりではなく始まりを意味する。今日のこの時をもって新たな運命の扉は開かれた。メインイベント、ブラックタイガーマスク対サラマンダーの一戦を迎えました。今回がデビュー戦のブラックタイガー、その実力は闇の中ではありますが、しかし初戦の相手が悪すぎる。竜の穴無敗の帝王サラマンダーの登場であります。手段を選ばない冷酷無比のゴンゲ、余裕シャキシャキのサラマンダー、早くも勝利を確信していつもの喜びの舞であります。10戦10勝を誇るまさに最強の闘志、火柱がいつもよりも大きくこの場内を包みました。さあここでゴングが打ち鳴らされた。おっとサラマンダー鎖を投げた。ぐるぐる巻き状態になったブラックタイガー、絶体絶命か。調査してもらったよ。さすがだ。光栄です。これで東京は安泰だな。もちろんです。特にあのブラックは
10年に1人の逸材です。君が発明したマスクは最もふさわしい男に巡り合えたというわけだ。今はさらに改造を進めております。マスクの進化に人間がついてこれるかどうかが課題ではありますが。今のお前の肉体ではフルパワーで戦える時間は限られてる。それ以上続ければお前の肉体は内部から崩壊していくだろう。マスクの限界をわきまえておくんだな。お前はいつもワンパターンなんだよ。相手が弱くてラッキーだったな。お前はデビュー戦決まったのか。来週だ。頑張るよ。お、それよりいくらもらったんだよ。早く見せろよ。すっげー大金。お、なあ、これからどうする。この金使ってパーッと遊ぼうぜ。はい、直人来いよ。
なんでお前がここにいるんだよ。ブラックタイガーの実力見せてみろよ。だと、ああ、ああ、あいつと戦いたかったら俺と戦ってからにしな。ちょっとごめんなさい。喧嘩するんだったら外でやりな。望み通りお前から潰してやるよ。楽しみにしてな。すいません、帰ってもらえますか。来週の試合楽しみだな。次は俺がおごるからな。ナオト、おい聞いてんのかよ。ナオト止まって。ナオト、お前釣りいらねえから。ナオト、ここだ。どうしたんだよ急に。何見てんだよ。俺はここで育てられたんだ。は？ここで？なんで隠れんだよ。ルリちゃん。情けとは弱者が持つもの、公平とは愚か者の言い訳。虎の穴の栄光のために。ナオト、お前またあの女の子のこと考えてたんだろう。ルリちゃん、ルリちゃんだっけか。10年前の話だろ。よく覚えてたな。顔を見た瞬間彼女だって分かった。もしかしてお前の初恋。向こうは覚えてないだろうな。そりゃそうだろう。俺とお前だって変わったんだからな。なんだ。行ってくる。負けんなよ。当たり前だろ。それより金の使い道考えたからな。試合終わったら楽しみにしてる。パクんなよ俺の得意技。得意技？虎の穴封じ。虎の穴からの挑戦者はこの試合がなんとデビュー戦となります。いいだろ、やらねえよそんなの。お前よ、おい、ちょっと何これ、タイガーマスク。おい、おお、ちょっと見てみろ。スーパーコングが怒りの雄たけびを上げた。これなんだこれ。今やってるんだろ。その足をムズと掴んだゴールドタイガーで出たー。ジャイアントスイングであります。巨漢のコングをぐる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 回す回す。速い速い。これは目が回ってしまう。リング上の遠心分離機だ。そしてロープに投げた。跳ね返るコング、次に何が出る。スーパーコングが宙を舞う。これは
ゴールドタイガー、これはこれは素晴らしい勝利でデビュー戦を飾りました。将来ファイティングロードの行く末はまさに前途洋々であります。おっと、ここでホワイトタイガーマスクが突如リングに乱入でありましょうか。いや、これは一体どういうことか。拷問レスラーのいがみ合いか。勝手なのに。信じられない光景を目の当たりにして場内がガゼンヒートアップしてまいりました。殺せ殺せ殺せコールが鳴りやみません。さあ、このホワイトタイガーの挑発にゴールドタイガーはどうするのか。スーパーコングとの一戦、消耗しきったからだ。なんだてめえ、望み通りお前から相手してやる。うわ、無情にもここで2回目のゴングが鳴った。遅い。どうした、そんなもんか。くそ、汚れぞ。公平とは愚か者の言い訳だ。タイガーマスクは俺だけで十分だ。勝負すんだな。
悪いな。今日は俺がおごる番なので。いや、そんなこと。おい、今医者呼んでくるから待ってろよ。膝が粉々に砕かれてるな。痛めないか？大丈夫です。すみません。心配いらない。お前の投手としての役目は終わった。歯医者の運命だ。今度勝手な真似をしたら死ぬのはお前だ。お前に会う予定はないか？控え室でダンに何が起こったのか真実を教えてください。真実か？お前が足の骨を折った競走馬を見たことがあるか？まるで使い物にならない。そういう場合は命を終わらせてやることがお互いのためになる。ダンは動物じゃない、一人の人間です。ただの人間じゃない、闘士なんだよ。そして戦えない闘士には存在価値などない。本気で言ってるんですか？ブラックタイガーマスク、お前はなぜ戦う？俺は闘士が戦う闘技場では莫大な金が動く。世界中に点在する虎の穴はその金を使って裏の社会を支配している。お前たちが戦うのはそのためだ。
友を失い、とても辛いだろう。私も辛い。好きなだけ持っていけ。たまには気晴らしも必要だぞ。ありがとうございます。おかげで目が覚めました。どういう意味だ。何のために孤児のお前に着るものを与え、食事を与え、最強の投資として育ててきたと思うんだ。お前が恩知らずにもこの扉を出て去ろうとすれば、たとえどこへ逃げようと必ず探し出す。そしてお前は死をもって償うことになる。賢い選択をしろ。もうここに俺の居場所はない。ヨーロッパはどうだ。ベルリン、パリ、ロッテルダム、各支部に有望な者がおりました。そうか。次はどこへ立つんだ。ハワイ経由でアメリカ大陸を視察してまいります。念入りに頼むぞ。東京支部は危険かもしれん。承知しました。目覚ました。兵が来たか。目覚ました。逃げよう。無断で入られては困ります。早く出て行ってください。警察呼びますよ。すいません、気がついたらここに。どうしたの。ルリちゃん、君はナオト？何しに来たの？おじさん？迷子の猫じゃあるまいし、あいつももう大人なんだから自分の面倒ぐらい自分で見れるだろう。ほんの少しの間だけよ。お兄ちゃんだって昔一緒に暮らしてた仲じゃない。でも突然いなくなって大騒ぎだったじゃないか。死んだ父さん、あの時心配しすぎて髪の毛半分になっちまって、それが10年も連絡なしに突然戻ってくるなんておかしいだろう。ひょっとして刑務所から脱走してきたんじゃないか。ナオトはそんな人じゃないよ。ケン、
うちもさ、人手が足りてるわけじゃないし、彼にやる気があるならうちのスタッフとして手伝ってもらったらいいじゃない。遊び相手と子供のケアは違うぞ。でもまあ分かったよ。泊まり込みのボランティアとしてなら許す。ありがとうお兄ちゃん。それ違うよ。時さ、パパが大事にしてる釣り竿を直人がパキッて折っちゃってさ。そうだっけ。そうだよ。覚えてないな。なあ。でもさ、あの頃のちびっこハウスから比べたらだいぶ見違えるようになったよね。うん、あの頃パパ相当大変だったんだなって、今になってやっと分かるようになった。笑ってる顔は10年前と変わらないね。そう。ナオトはこの10年間どこで何してたの？実は動物園で働いてたんだ。嘘ついた時の顔10年前と一緒だね。嘘じゃないよ。あの後すぐお金持ちの紳士に拾われてさ、でその人が経営してる動物園で働いてた。でも最近喧嘩して出てきたんだ。なんて名前の動物園？虎の穴。虎の穴？何それ。そんな動物園聞いたことないよ。すごい田舎の動物園だからね。そろそろ行こうか。うん。あ、そうだ、そろそろクリスマスだけどさ、なんか欲しいものある？そうだなあ、マナブが来年から小学校だから、うん、ランドセルとか。今やタイガーマスクはお前だけしかいない。あいつと戦う許可をください。
針危ないから気をつけて。そしたらあっちゃったら、うん、食いつくから。よし、危ない危ないからいくよ。はい、違う。いいよ、OKOKOK。 いいよ、いいよ、せーの、 OK。 いったあれ。ねえ、ナオト、これからどうするの？これからもしよかったらさ、うちでちゃんと働かない？資格取って。真面目に考えてみてね。ありがとう。ナオト兄ちゃん、魚来たよ。本当に釣れてんのか？男がいたらしい。今行こう。みんな行こう。ほら逃げるよ。みんな逃げて。こっち行こお前を待っていたよ。ちびっこハウスに火を放つよう指示したのはあなたですね。虎の穴の掟に背いたお前だが、慈悲を超えば許してやらなくもない。情けとは弱者が持つものですよね。息子のように育て、知恵と力を与えてやったのに、くだらぬ情に流されてお前は真に強くはなれなかった。残念だ。いくら知恵と力があっても心をなくしては
強くはなれない。子供たちの帰る場所を奪った。これ以上あなたの思い通りにはさせない。牙を向いた愚か者を始末するんだ、グレートタイム。
にもっと力を。ジョー、もう少し期待したんだが、奴には荷が重すぎたようだ。最新のマスクが台無しだ。油断するなよ。ここは閉鎖されるだろう。しかし虎の穴は世界中に点在する。これからどうするんだ。俺はもう逃げません。また新しいの買ってあげなきゃね。俺のせいだ。本当ごめん。どうして、どうして直人のせいなの。俺が戻ってきたから。パパね、直人のこと本当の息子のように思ってたんだよ。死ぬまで直人が戻ってくるって信じてた。
から、直人が戻ってきてくれた時、私もすごく嬉しかった。ありがとう。何も言わずに受け入れてくれたこと感謝してる。俺はここにいる時間が本当に楽しかった。またどっか行っちゃうの。初めて守りたいと思った人ができた。だから行くんだ。必ず。Yes!
視か落ちた天使か仮面の向こうは分かんやしないけど傷つけるより傷つく方がマシと言えたらそれが強さ壊れた世界はまた作ればいい見えない未来は心に描いて失い辛さを悔しさをバネに生み出す力に変えればいい僕らはきっとそのために生まれた一人きりでは何もできないこと伝えるために次に繋ぐために信じることで届いてたよ。あ、ありがとう。うん。